侵略や紛争、干ばつに苦しむ中央アジアの国、アフガニスタン。そこに暮らす名もなき人たちの命を救うため、全長25キロもの用水路を作った医師がいます。彼の名前は中村哲。1946年、哲は福岡県で生まれました。豊かな自然の中、虫を追って野山を駆け巡り、ファーブル昆虫記を愛読する少年時代を過ごしました。哲が虫好きになったきっかけは、蝶を集めていた友達のお父さんとの出会いです。うわぁ、綺麗。これは日本の虫ですか？その辺の山におるよ。今度行こう。数日後、山に連れて行ってもらった哲は、目の前を小さな虫が飛んでいるのに気づきました。捕まえようとすると飛び立ち、また捕まえようとすると飛び立ちます。すばしっこいバッタやな。いやいや、あれがこの前うちで見せた半妙という虫よ。ほらね。ほんとや、ほんとにあの綺麗な虫や。哲は昆虫の世界を通して、人は見ようとするものしか見えないということを知りました。哲は祖母の話をよく聞く子でした。祖母は厳しい人でしたが、人が生きる上で大切なことを繰り返し哲に教えてくれました。哲、弱いもんは進んでカバへ。どんな小さな命も尊い、大切にしろ。はい。中学はミッションスクールに進学、キリスト教と出会い洗礼を受けました。その後、九州大学医学部に進学し、精神科の医師として働くようになりました。本当は農学部に行って昆虫の研究もやりたかったな。32歳の時、登山隊に同行する医者として哲は初めてパキスタンに行きました。なんて素晴らしいところなんだ。きっと見たこともない蝶がたくさんおるんやろうな。ねえねえ、お医者さんだよね？うん。お願いです、薬をください。この子を助けてください。お母さんが死にそうなんだ。それはお医者さんがいると聞きつけてやってきた人たちでした。薬は登山隊のために取っておかねばならないのです。申し訳ないが渡せません。彼らを救えなかった無念は哲の心にずっと残っていました。その5年後、哲は医療団の声かけにより、パキスタン北西部の町ペシャワールの病院で働き始めました。日本人医師としては初めての場所でしたが、自分から手を挙げ働くことを決めたのです。よし、10年以上は腰を据えて頑張るぞ。哲がパキスタンに出発する1年前、哲の活動を支援するための NGO ペシャワール会ができました。私たちは中村先生の活動を日本から支援します。ハンセン病棟には十分な設備がありませんでした。ねじれたピンセット、押せば倒れる台車、たびたび起きる停電、患者を背負って運ぶことも珍しくありませんでした。またペシャワールの病院には国境を越えてアフガニスタンからもたくさんの患者が来ました。アフガニスタンでは国内での争いが続いていたため、見てもらえるお医者さんがいなかったのです。パキスタンで働き始めてから7年後、
鉄はアフガニスタンにも診療所を作りました。鉄は土地の人と同じ服を着て、同じ帽子をかぶり、同じようにひげを生やしました。郷にいれば郷に従え。それにこの服装なら外国人を見たことがない子供たちも怖がらんやろ。そして鉄は現地の言葉を覚え、活動範囲を広げました。最も多い時にはパキスタンとアフガニスタン合わせて11カ所の診療所を運営したのです。2000年、アフガニスタンを大干ばつが襲いました。長い間雨が降らず、小さな川も井戸も干上がりました。豊かな畑だった場所には石が転がり、見渡す限り荒れ地となったのです。女性は水を求めて何時間もの道のりを歩きました。喉が渇いた子どもたちは泥水を飲み、病気になったり命を落としました。大干ばつと地球の温暖化は深い関係があります。そして地球温暖化の背景には、主に先進国が石油や石炭などをたくさん使ったことがあります。つまりアフガニスタンに起きていることは私たちと無関係ではないのです。食べ物も水もないと人は衰えて、普通なら治せる病気でも死んでしまいます。特に被害者になったのは赤ちゃんでした。病院で順番を待っている間に亡くなる赤ちゃんも数多くいたのです。きれいな水で洗い流せば治りますとも言えんしな。鉄、お、弱いもんは進んでカバへ。どんな小さな命も尊い、大切にしろ。まずは水だ。病気は後で治す。鉄は白衣を脱ぎ、井戸を掘り始めました。現地の人やボランティアと力を合わせ、6年間で1600箇所に井戸を掘りました。飢えや渇きから人々を守る、これも命を救う医者の仕事だ。井戸を掘り進めるうち、鉄は大きな壁にぶち当たりました。掘っても掘っても水が出ないのです。地下水自体が干ばつのために枯れたことが原因でした。水が必要だ。アフガニスタンの人はほとんどが農民です。けれど土地が荒れ果て、作物を育てられません。男たちは家族を養うために兵隊になって戦うしかありませんでした。水があれば農業ができる。農業ができれば兵隊にならなくて済む。人を上から救える。そのためには用水路を作ってこの水を引こう。今人々に必要なのは100の診療所より1本の用水路なんだ。鉄はアフガニスタン東部のクナール川から水を引いて、干上がった畑を回復させようと決意しました。緑の大地計画という名の壮大な挑戦。鉄が56歳の時のことです。毎日数百人の子供が命を落としている。さらに多くの人が水不足のために病気になっている。この用水路建設にアフガニスタンの未来がかかっているんだ。みんなで力を合わせよう。土木技術を学んだことのない鉄は、娘さんの教科書を借りて数学を一から勉強し直し、設計図もすべて自分で作り上げました。現場には干ばつで畑を失った農民、生活のために戦争に参加していた兵隊、住む場所を追われた難民たちが集まりました。ツルハシで石を割り、スコップで土を掘り、袋で運びました。一つ一つが手作業です。建設工事の資金はペシャワール会に寄せられた寄付で賄われました。スコップ一つ、釘一本も誰かの善意そのもの。そして作業員にもきちんと日当が支払われました。用水路工事は大変なことの連続でしたが、
特に用水路に水を引くための堰作りには苦労しました。クナール川の流れは速く、土砂を入れても大きなコンクリの塊を入れても流されてしまうのです。これでは用水路に水を引くことができません。くぅ、一体どうすればいいんだ。鉄は帰国した時に土木技術を学ぶために見学した山田堰を思い出しました。山田堰は古くから日本に伝わる工法で、大きな石と小さな石を組み合わせて堰を作ります。堰の角度を斜めにすることで、流れが急でも石が流されることがありません。山田堰は重機なんてない江戸時代に干ばつで苦しむ農民たちを救い、今も活躍している工法だ。よし、これで行くぞ。また堤防作りにも日本に古くから伝わるジャカゴを取り入れました。鉄線を編んでそこに石を詰めていくだけですが、コンクリートと同じくらいの強度があります。アフガニスタンは石が豊富で、家や垣根も石で作られている。ジャカゴはこの国にぴったりだ。山田堰もジャカゴも機械を使わなくても作れます。鉄はいつも完成してからもずっと村の人たちの手で用水路を守っていける方法を大切にしました。よっ、7年かけて全長25キロメートルの用水路が完成。真珠の水という意味のマルワリード用水路という名が付けられました。用水路の終点はその昔死の谷と呼ばれたガンベリ砂漠。その荒れ地にも作物が実り、牛やミツバチが飼われるまでになりました。その後も鉄は用水路を増やし、また古くからあった用水路の補修もしました。そのおかげで1万6500ヘクタールで作物が収穫できるようになったのです。その広さは65万人もの人たちが飢えずに済むほどの大きさです。兵隊になった男たちも次々にふるさとに戻ってきました。私たちの願いは1日3回食事ができること、そして家族と一緒に暮らすこと、この2つだけです。用水路ができたおかげでそれが叶いました。2019年12月鉄はいつものように工事現場に行く途中、命を奪われ73歳でこの世を去りました。多くのアフガニスタンの人が死を悼み、悲しみに暮れました。農業ができるから兵隊にならなくていいんだ。私たちの望みはアマン、平和なんだ。平和ならどんなことでもできるからね。ドクターサーブ中村のことを私たちは決して忘れない。現在もアフガニスタンでは爆撃やテロなどが起きています。そして気候変動による干ばつにも苦しんでいます。しかしその中でもたくさんの人が当たり前の平和を願って暮らしていることを、どうか忘れずにいてほしいのです。